神の手を持つカリスマドクター真鍋慶が18歳以下の女子高生と思われる人物と不貞行為を重ね、妻と離婚協議中であることが分かった。女子高生を自宅に招いている様子もカメラに収められている。毎日文集は朝まで自宅の前で待機し、出てきたところを取材していく。毎日文集です。女子高生との不倫報道が報じられましたけども、あれは本当なんですか？ちょっとわかんないですね。女子高生からの被害届も実際に届いてますけども。わかんないですって。ホテルから出てきて、仕事なんで、まあ行きますね。仕事なんで。逃げないでください。しっかり話聞いてくださいよ。どうなんですか？ありましたよね、本当ですよね、あれは。答えてください、しっかり。あ、仕事なんで。どうなんですか？逃げないでください。って待ってください。引き続き追っていきましょう。ドクター真鍋はこちらの病院で手術中とのことです。行ってみましょう。メス。毎日文春です。あなた手術中ですよ。女子高生との不倫騒動ありましたよね。いや、だから手術中、あなた何やってるんですか？仕事してる場合じゃないですか。いやいやいや、患者がいるんですよ。不倫した人に、あなた出てきなさい。あなたしてもらいたくないでしょ。あなた、おかしいんですって。何ですか？答えてくださいよ、逃げないで。不倫してましたよ。死んじゃったじゃないですか。知らないですよ、そんなの。もう責任は、あ、知らないですからね、もう私は。逃げないでください。逃げないでくださいって。女子高生手出しましたよね。あなたね、先ほど手術で失敗された方のね、お墓参りだったんですよ。こうチクチクチャにして。知らないですよ、そんなの。あなた、ふざけないでください。私に関係ないですもん。私にも隙間取らないでください。手出しましたよね、女子高生。逃げないでください。引き続き追っていきましょう。なんなんだあいつ。あー、でも逃げ切った。出しましたよね。いや、だから違いますって。女子中学生ですって。楽しい歌。こんな人に、ね、手術してもらいたくないです。待って、めっちゃ痛い。今めっちゃ痛い。こんな人に手術してもらいたくないですって。これね、愛されたに痛い。待って、なんか右乳首ちょっと大きいんだけど。ちょっと大きくなってた。立ってんの。してもらいたくないですって。痛い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 。逃げないでください。引き続き追い求めましょう。やったんでないの、これ。これやったんでないの。追い求めましょう。追い求めましょうとは。